福テレソラネットです。明日の天気、明日の雨がどれぐらい降るかだけじゃなくて、はい、その天気の下、そしてその雨の下でどんな生活になるのかっていう、えー、生活天気予報をやりたいと思います、はいえー。情報源は皆様の身の回りの情報というところでございます。えー、さあ今日はですねまず、うん、これね驚いたでしょうねっていうい、えー、三和さんからです。 でしょうか昨日帰宅して玄関前に立っていたら至近距離で鳥の鳴き声がしました、はいうん、探してみたらなんと長靴の中から鳥を発見しましたこの中にいるものがそうそして救出しました、うん、動画も届いてます、うん、はい <laughs> ツズメかな違うかなう <laughs> 反応してくれてる爪じゃないですよねどう見ても<ー>でこちらでございますとりあえず外に話しましたがうまく飛べず走っていきましたあ<ら>これ何だったんでしょうねということでこれね皆さんにこの鳥何だと思いますかって投げたら、はい、たくさん来ましたでおそらくこうだと思いますこちらでございますモズの幼鳥ですこれは小鳥の森の専門家の方ですが、えー、長靴の縁に止まろうとしたら、うん、何かの拍子で落ちてしまったんじゃないか、うん、まだ幼いから、うん 落ちちゃったのかなと <laughs> いうことですね、うん、えでこの幼鳥ですけれども、こちらでございます、今は小鳥の巣立ちの季節なん,ん<ー>え近くに親がいると思うので、生垣など、近くにあれば戻してあげてくださいということでございました、はい、いろんな情報届くんですけれども、鳴き声もかわい,いそしてこちらでございます、じめじめ、キノコが出ちゃいました、本当だ芝生のとこにいっぱいいてびっくり、結構ありますねそして郡山、あうねめ祭りの準備。 もうすぐだ八月一日からですから、はい、え提灯がセルファンで包め包まれていてリンゴ飴みたいいい表現ですね百本さん素敵ですそれにしても蒸し暑いですと、えー、いうことなんですがまあ今日気温と湿度を見てみましょうかはい。氷山の皆さんね今日 31.5度で湿度が67%だからね湿気の海をこうやって泳いでた感じでもう立ってるだけでじわーっと汗が出る油でり、不快指数という言葉がありますけれども80以上の方はほぼ不快なんですが83もありますから全員が不快な暑さだったとあの明らかにね,これね空気が変わったんですよ。今日の午後から本当に 熱帯本来の空気真夏の空気が入ってきてるということでございます、うんえー、そして真夏の空気が入ってくるとですね稲の成長嬉しいですよね、うん、あの今お米の値段が高くて今年の米どうなるのかって心配されてるところなんですが稲稲、はい、のの穂穂が出ましたこれの穂です<ー>そしてこちらでございますず、はいぶん育ってますねそうですねぐんぐん,ぐんぐんと。でこういうことわざがあるんですよ。我が子と青田は褒めるな 青田のこの半模っていうのは、はい、実はあんまり豊作になるかならないかは当てにならないっていうのはどういうことかというと、はい、さっき「穂」が出たって言いましたよね、うん、これからまさに1ヶ月のの間がが気温が勝負なの低温になっちゃうと不作になっちゃうんだけど、はい、高温になると豊作になる、はい、だから今の段階での青田っていうのは重要じゃなくてまあ重要なんだけど、はい、これからが勝負なんだよという,うそういう先人のことわざなんでしょうね<ー>でも農家の皆さんあの消費者の皆さん安心してください。 今年は高温ですので必ず豊作がやってくるというふうに私は思っております、はい、期待ですさあそして農作物福島の農作物といえばあれなんですけれども、はい、まずはですねおそらく週末こういうことが起きるっていうことを、うん、皆様に VTR を通してお伝えしたいと思います、はい、明日こうなります何かの行列が大行列、ね、大行列。これね8月14日なんですが、はい、今年は 桃なんですよ、えー、暁を買い求める行列だったということなんですよね、この人たち、どこから来てるのか、気になりますこ10箱、えー、もう毎年お盆には、私、水戸なんですけど、頼まれてミートからそうなんです、明日お恐らく暁がこう出荷されて、直売所はこういうことになるんじゃないか。 やっこいももをあの<え>食ってないで福島の硬いも桃食ったらいいでしたと<ー>皆さん、そういう思いで買われてるのかなというふうに思いますね。 ソラネットでも来てますママさんからこちらでございます、はいえー、嫁ちゃんの実家の宮城県、うん、息子たちが住む埼玉県福島の桃はみんな首を長くして待ってます美味しいですからねそしてキングコアラさんこちらでございます、はい、毎年桃は関西の親戚に送ります福島の桃は甘すぎると毎年怒られ、えー、喜ばれますどうですかお母さん <laughs> 私も東京の家族に送ってますよ私ね今日ねあの母親に送りました ふるさと小包みでね、えー、送りました暁、はい、さあいよいよ私勝手に名付きました福島の暁週間始まる、はい、まさにこれから1週間が福島の桃が最も盛り上がる季節でございますで実はこれ梅辺伊達市にあります、うん、実は今朝この梅辺にですね、はい、あるものができました何かというと今日平日ですよね何だろうなんと今日4 5ルの行列ができたすでにすでに 明日はこの1.5倍から2倍ぐらいの行列になるんじゃないか。いやで、これあの福島市内のつづみ重繁さんという方から送られてきたですね画像なんですが、はい、テレビで暁の出荷が始まったって放送されたからか、うんうん、JA 凍りして前に長蛇の行列。本当な。これ今日ですからね。今日の写真ですもんね。週末一体どうなるのかということなんですけども、見てみましょうか。梅、はいえー、部さんに聞きました。今年は記録的に出荷が早いので。 皆さん出遅れないように焦って桃モモ行列に並んでいる早く買わなきゃその通り。り、はい、この週末は1日で1600人から1700人来店そんなも警備員を配置して入場制限かけるかも多い人は20箱ぐらい買う人がいるんじゃないかすごいですね大久保さんなぜ朝早くからんおいしいからなんですけど <laughs> 特においしくて安いのがこれなの。はい 運ぶの跳ねものってやつですよ<ー>家庭向けの茶箱を求める人が朝早くから集まるんだけど、はい、午前にはもう茶箱は売り切れちゃう,う午後は光センサーの贈答用しか残らないから午前中が勝負ということで 明日皆ささん早起きしましまょうねそうねねそでですす、ね、あ問題の天気ですやっぱり雨の中並びたくないよねっていうところですけども、うん、気になります今まさにこういう気圧配置でもう完全に夏型なんですよ、はい、福島は真夏の気団に入ってますで明日までにここで熱帯低気圧ができます、うん、熱帯低気圧ができると何が起こるのかというとここで空気が上昇します、はい、上昇した空気はどうなります加工しますすしどっかで下降しますよね、はい、つまりこの太平洋高気圧のところで下降する。 すると太平洋高気圧が来週強まってくるということになりますなのでまずは明日の天気から見てみましょうもう完全に真夏の空気の気なんなんですよねそうで,すねでいわき市は明日海開きなんですが、はい、明日30度以上です<ー>ただ式天中はね霧や雲がかかっちゃうのかなというところなんですがえ午後はあの晴れてきます波行1メートルで穏やかです、はい、そして中通りの北部です えー、福島市今夜熱帯夜ですから皆さん寝苦しい夜になりますね、うん、朝少しだけ雨が残りますけれども、えー、天気は回復に向かいます、えー、競馬盛り上がってますが、はい、明日も両馬場のパンパンの馬場ですね盛り上がりそうそして、えー、中通りの中部です明日あ湖祭りがコナンで行われますけれども、はいえー、午後は青空夜の花火大会も星空の下で行われますよかったですね、うん、そして中通りの南部です、えー、真夏の太平洋高気圧の支配方で,ですから夕立もなさそうですね、はいえー、そして 会津地方です。明日、明後日猪苗代で万代祭りが行われるんですが、<ー>松明行列火使います。はい、でも明日雨の心配ありません。よかったそして、この週末、この祭りが行われます。本宮の夏祭り。え、えー、いつもお盆の季節じゃないのと思われるかもしれませんが、うん、今年から実は最初の土日になったの夏休み。そうなんですね。なぜかというと、台風が少ない時期で、はい、去年台風で中止になっちゃったから。熱中症予防もあるので、この時期にしました。早めに。 でこの本宮の花火はこういう風に花火が打ち上げます、うん、あ素敵、えー、日曜日に行われるんですが実はこの花火大会ある特徴があります、はい。それはこれ阿武隈川ですね本宮の町です、うんはい、打ち上げ場所からこれ観覧席まで120メートルしかない近いそう間近で見られるのが本宮の水色ま花火というそういうことなんですよね,素敵,ですね素敵ですよね、うん、えちなみに本宮市の夏祭りぺこばさん がくるらしいです。盛り上がるでしょうね。さあ、日曜以降の天気なんですが、もう完全な夏型気圧配置になります。<はい S 2> で、これ見るともう完全に梅雨明けなんですよね。こちら見てみましょうか？私勝手に今日梅雨明け宣言出しちゃいます。<laughs> 梅雨明けましたなんで気象庁から梅雨明けの発表がないのかというと東北南部の梅雨明けっていうのは山形も入るから、うん、山形が雨予報続くんですよね、それで梅雨明けできないでいます、はい、でこの先なんですが来週は大変熱中症のリスクが高まります。え週刊予報見てみましょう 去年は300人以上が梅雨明け後に救急搬送されました、はい、で来週37度の猛暑になりますんで、はいえー、一段落さらに上の熱中症警戒モードになります一区はこちら行列と暑さで熱気の直売所ソラネットでした